M98 は髪の毛座にある渦巻き銀河である。藤井明は6番星の西約40ですから場所はわかりやすいのですが、淡く6.5平方センチメートル5倍ではよく注意しないとわかりにくいことがあります。目をそば立てたり視野のあちこちを見るようにします。8センチメートルでは中心が明るいのがわかります。細長いのでカメラで映すと、 中心が明るく長く伸びた姿が目を引きますとしている。口径1 0トルの望遠鏡で好条件で球状星団のように見えることが多い。口径1 5トルになると左右に伸びた形を確認することができる。口径2 0トルでその腕が暗黒の中で拡散している様子が分かってくる。1781年3月15日、ピエールメシャによって発見された。 M98、M99、M100 はメシャンによって同時に発見されている。メシャンは星のない星雲。極端にかすかとした。1783年、ウィリアム・ハーシェルは大きくよく広がった綺麗な星雲。位置はシャルル・メシエの UM98 に相当してはいるが、この方の記載では全体をよく見ていないようである。かすかな光が 4度ばかり伸びているのに注意していない。中心部には数個の星があるが、もっとあるようにも思われる。私の視野では、星雲ははみ出るとした。ロス教は1850年、中心角から両方向に同じくらい腕が出て、次第にかすかに拡散しているとした。ありがとうございます。